皆さんこんにちは。残企業リーグ2023トラリーグレギュラーシーズン第3戦、本日の対戦カードは予想屋マスタードラゴン細井、そして初登場株式会社サンエント、以上の3チームの対戦をお届けいたします。実況は私カジノ部所属のヨーテル、そして解説には麻雀ライターであります福地誠さんにお越しいただきました。福地さん、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ第1戦第2戦ともう放送されて、はい、福地さんも先ほど試合をご覧になったとお聞きしたんですが、はいはい、もうあれのあれのなんかあのオーラスバイマンとか、はいはい、すごいですよね。麻雀の内容も荒れてますし、はい、選手のリアクションや会話、はい、その他もろもろもう全てがね、はい、従来の麻雀対局とはもう一線を返した、はい、あの本当に芸能人がやってるような麻雀大会をイメージしていただければ分かると思うんですが、もうそんな感じで非常に盛り上がっておりますので、はい、ではそれでは早速第3戦対戦カードの紹介へと参りましょう。まずはチーチャースタート、予想屋マスターチームからはジャンシンガーピンフちゃん、今回2戦目の出場となります。前回はトップを獲得して非常に面白いパフォーマンスを見せていただきました。今回の対局も期待がかかります。そしてなんちゃスタートにドラゴン細井チームより松本涼選手、はい、この松本涼選手は、第2戦の開幕戦でも正弘さんとちょっと触れたんですが、はい、ドラゴン細井先生に、はい、DM ダイレクトメッセージで、はい、選手が決まってないから俺を出してみてはいかがかって直談判して、ドラゴン細井がおこの人はっていうことでビビビってきたんですね。というわけでドラゴン細井先生が採用した謎の男、実際見てやっぱり強い、うん、今回が初登場なんですよね。そうかそうかそうか、はい、うん、ただ前評判ではかなり打てると聞いております、はい、今ね僕ね喫煙室でその同じチームメイトの方と一緒になって、はい、お宅のチームどうなんみたいに聞いたら、うん、まあ、彼がエースであると。おで僕が聞いた人は雀荘やってる人なんですよ。なるほど。雀荘やってる人が、はい、いやあいつの方が全然強いよっていうふうに言ってたんですよ。はいはいはい、あ、うん、福田選手が松本選手を指して、はい、彼は相当強いと、彼は強いよって言ってたんですよね、はい、なるほどなるほど、はい、ではその麻雀面非常に注目してまいりましょう。初戦ラスでしたので、はいはい、挽回も期待されます、はい、そして最後になりますは株式会社サンエイト、出場選手は現残王残リーグチャンピオン Y 山選手、まあ、これもチャンピオンですからね。あの、はい、間違いなく本物です、はい、そうなんだ、はい、ワイヤマ選手2つなが令和のジャンゴロと、はい、2つがついておりまして、ちょっとあれじゃないですか、親和性があるんじゃないですか。まあ俺は昭和のジャンゴロなんだけど、はい、はい、というわけで今回昭和のジャンゴロから見た令和のジャンゴロを、はい、評価していただければと思います、はいはい、以上の3選手での対戦となります、はい、それでは選手の皆さん準備ができましたら入場よろしくお願いします。今回はだいぶガチなんですね。ガチ卓ですね。なんで、うん、ピンフちゃんが先ほどのようなパフォーマンスを見せれるかというのもちょっと注目かもしれないですね。なんかでもピンフちゃんもすごいんでしょ。なんかフリージャンソーに週8回行ってるってさっき言ってましたよあの1週間は7日しかないんですね。なんかねその店で最多ハンチャン賞ってのを女性で初めて取ったって言ってましたよ。はい、登場してきました。先ほどと同じようなパフォーマンス、そして69の背番号をアピールだ。予想屋マスターチームピンフちゃんです。この69ってのはエッチな意味ですかね。それは関係ないんですかね。69の背番号つけてる人に謝ってもらっていいですか。絶対言いますよ野球選手とかで。あ、そっか。それではなんちゃスタートの選手入場よろしくお願いします。これがジャンゴロですか。登場してきました。あ、これはあれ直談判した男ですね。直談判の男、はい。うん、本当に謎のベールに包まれた男です、松本涼選手。なんか就活みたいですね。 DM でいきなりなんかごぼう抜きに就職決まっちゃうやつとかたまにいるじゃないですか。確かに確かに、俺らの面接何だったんだっていうね。そうそうそう、はい、さあ登場しました現ジャンゴロ、令和のジャンゴロ Y 山選手。なんかジャンゴロっぽい顔してますねジャンゴロの顔つきってああいう感じなんですか。うん、そんな気しますね。なるほどなるほど、うん、福地先生もお若い頃は。俺はもうちょっとデブだ背景の話は
さあ一礼して対局スタートしました。ちーちゃスタートにピンフちゃんよそやマスターチーム、うん、個人2連勝がかかった試合です。はい、今のところハイパイどうでしょうね。はい、ちょっとリーパイされて見てみましょう。メンツはありません、うん、両面ターツが2つかドラが両ピン。おっと第一台に迷っているか、9番からちょっとあわあわしてますね。うん、はい、さあワイヤマ選手はシャーチャースタートで、ここが一番良さげですね。そうですね、はい、さあどうだピンフちゃん、うーん、うん、まだまだ遠い。松本選手はドラが重なりました、はい、薬杯の難が統一ですね。あ、一通は見なかったですね。さあこの手です。なんといつ、うん、これを仕掛けていくかどうかも注目か。おお素晴らしい、これ一つ見て2層切ってたら逃がしてましたね、逃がしてましたね、さすがです、はい、まだトーン1局4巡目ですが、早くもチャンピオンとしての腕を見せてきたか残王ワイヤマ、うん、さあ白重なりました。ちょっとまた持ってきましたね、はい、うん、福さん あれは四と一の形ですが、あ、もちもちになっちゃいましたか、もちになりましたね、うん、まっすぐいきますね、まっすぐ先制リーチだ、ワイヤマの先制リーチ、カンチーソーマチ、これがジャンゴロ打法なんですね今の。福先生、はい、長所に書かれてましたよね、カンチャンドライチ即リーチ、はい、ワイヤマさん花1枚抜いてますが、はい、こういうことですか。あ、強いですね、花2枚、はい、うん、うん、でもこれ結構難しいですよね、即リーチ行くかどうか、うん、っていうか数ピンをちゃんと残してね、はい、うん、先切りしてたらテンパってないですからね。そうですね、うん、わずかな細いルートのテンパイも獲得していくジャンゴロワイヤマ、うん、さあそしてピンフちゃんは数ピン、これはチーピンが通っていてドラの2ピンがパラパラ切れている。4万に比べて3万の方が即離して時間かかればかかるほど花がやってくるっていう、そういうのあるんですかね。 あるんじゃないですか、それは、ね、あるよね、はい、その上がりが遅い方が詰まったよ、詰まった。まずは先制点、ワイヤマ選手リーズも花々の満願からスタート。いやー、ゴロゴロさすがっすね、なんかゴロっぽい上がりじゃないですかこういうの実利しかないですね、うん、綺麗な手作りとか関係なしに、はい、実利だけ。カンチャンソクリー見かけはブサイクだが、これが一番勝てる打法なんだぞ、うん、お、なんだこれ、なんか、え、ペーといつ、うん、ピンズの本一が見える、うん、ワイヤマ選手もすごいぞ、これドラシャーです。ここもまとまってますね、うん、シャーチャピンフちゃんは花が1枚で、うん、ソーズレヒトメンツ9ピンが2枚か、うん、わあすごいな、あっという間に、うん、はい、この曲は結構ぶつかりそうな感じがしますね。しますね、はい、うん、ここも想像に染めそうな、キューピン統一落としですか、はい、しないかな、これ結構難しいんですよね、なんかチートイもね、チートイも結構有望なんですよね、うん、さあワイヤマ選手ハクポンから仕掛けます、ドラドラの仕掛け、まっすぐですね、はい、さあどうだ、うん、おおすごい、素材がもう、さあしかしこのドラのシャワーポンだ、うおー張った、ワイヤマ天杯ハクドラさん、カンリャンゾー、リャンゾーはここに2枚、うん、ここはなし、バックしましたね、キューピン統一落としで想像の染めと、あ、そして花を持ってくる、花を抜いて、うん、とこ白ドラ4ですね、うわーなんだこれ、うおいいシャンテくっつきですね、ピンフちゃんのイーシャンテンはリャンゾーとチーソーのくっつき、うん、これ総数全部、このリャンゾーが余ったら刺さるんですよね、あ、ほんとや、チーソーにくっつくとピンフちゃんのテンパイとともにマンガン補充になる、さあどうだ、あ、これは、あ、でもこれ急走切れば回避できます、急走切れば回避できます、いやでも急走狙えるな、リャンゾー切りで6球層嘘だが、このリャンゾーが刺さるんだ、ジャンゴロ強し、ワイヤマ2連ホーラー、いやー、まっすぐ直線的にいくジャンゴロ強し、これまだ試合開始して5分くらいしか経ってないんですけど、はい、
ワイヤマ選手の速攻満貫に2発が決まって親番を持ってきました。しかもなんか赤だらけ。うわすごい。うーん、このハイパイはどうだ。ワイヤマ仕上がったか。あ、仕上がったって言うとちょっと怒られちゃうんですかね。え、そうなんですか。え、あ、大丈夫、大丈夫ですね。え、大丈夫ですね。いや、なんかそのちょっとね、オカルトじみたこと言うと流れ的な話、あんま良くないのかなっていう。そうなの。いや、わかんないですよ。わかんないです。さあ、松本選手のハイパイも結構まとまっています。ピンフちゃんはいくらさんまとは一回お休みか。ただ初が重なりました。ピンフちゃんなんか手がずっと一歩遅れてますよね。勝負手は入るんですがといった格好ですね。はい、どうです、その、はい、勝負手が入って宝珠に回るのと、はい、何にも手入らないで、はい、なんかズルズル負けていくのと、はい、地蔵ですね、負け方ってあるじゃないですか、はい、負けるにしても、はい、どっちの方が嫌ですか。勝負手は納得いきますよね。ああ振ってもしょうがないやっていう、はい、泣いていった。やっぱり手が入った方がいいと、はい、まあ、でもそういう意味ではピンフちゃんは結構あのここまで戦いに参加できてる感じがありますんで、難波の戦いも期待できますね、はい、さあローソー引いた、うん、ワイヤマさんはああキューピンですか。パイ効率だけですね、その、うん、染めるっていう風にしないですね、うん、そうですね、今のも小さい、うん、ポンして天敗激辛直接的。でも天敗の方がいいんですよねこれ。うーん、多分そういうことなんですね、うん、あ、来たスランコイシャンテンだ。松本選手もそうだ。さあスーピンを切りました。うんうん、ちょっと細かいんですけど今スーピン切るかチーピン切るかって選択あったじゃないですか、はい、この辺の判断はどのようなことが考えられますか。あれ何なんですか。あ、積もった。俺はチーピン切ったんだけど俺だったら。なるほど、ちょっとこの辺気になりますね。さあ、うん、ペー赤花の3000オールの上がりです。うーん、ワイヤマ3連続ホーラー、マンガンマンガン3000オールと上がって、はい、まあ3人マージャンにしてはね、ハネマン、うん、バイマンクラスは出てないんで打点こそっていう感じですが、3回の上がりで大トップ目に、まあ、もう7万点超えてますよね。ええ、はい、やっぱり上がるのって大事なんすね。まあそれが全てですよね。いや、そうなんですけど、はい、高い手にしたいとかあるじゃないですかやっぱり。うん、そうですね、特にサンマなんてこのよく染まるしドラもいっぱいあるしで、はいはい、赤だらけだから赤使いたくなるし、欲を断つ、うん、さあワイヤマの連チャンが続きます。ドラは3ピン、今局はピンフちゃんの手配が結構まとまっているように見えるか。そうですね、いいですね。松本選手も初があんこ。松本選手は自分から売り込んできたんですよね、はい、で前回ラスなんですよね。前回は、まあ、松本選手は、まあ、初登場なんですけど、初登場、仲間の福田選手がラスを引きましたっていう感じですね。そうか、なんでそれを取り返せるかといった感じ、うん、松本選手は、はい、負けたらお前は何だったんだって話になりますよね。もちろんそうですよ。そうですよね、はい、ドラゴン細井先生が、はい、お前はいけるぞと、はい、うちのチームに入ってくれと認めた男ですから、はい、うん、まあ言うてもサンマなんでね負ける時もあるんですけど、でもね世の中ね、うん、人はやっぱりそう見てくれないっていうか、確かに結果が全てっていう風になっちゃいますからね。確かに確かに、うん、この令和のトラリーグ結果を残した者たちの集いでもあります。はい、さあ松本選手イーシャンテンになってます、うん、さあしかし先制はワイヤマ、今度は貫通ピンだ。まっすぐですね本当ただただまっすぐ。泣いた手か面前の愚形リーチしかまだ見てないんですけど、うん、ただただまっすぐ、はい、うん、こっちも。さあしかし今度は来たぞスッチーピン、上位互換、うん、上位互換ですね。貫通ピン対スッチーピン。さあこの町ですがチーピンの方が3枚生きています。ピンフちゃんの勝ちも十分に、うん、これはローピン、うん、花お積もったか、積もった。7の方、お両面の方が勝ちましたね。うん、確率通りでした。リーズも赤赤表、うん、
花が2枚リズム5か、うんうん、ということで羽マンのつも上がり、うん、一本場で50009000の上がりとなります。松本選手置いてかれましたね。確かに、はい、まだ松本選手が何でしょう、はい、その前に出てきた局面に大きく絡んだっていう局面がないですね、はい、どうしましょうそういう時って。ね、サンマは地蔵でもとてつもなく投げていくから、うん、傍観してらんないですよね、かといっても振り込むとまた死にますけど。確かに確かに、はい、さあその松本選手は総ずれ一面釣り案面一つ、はい、和山選手はトンが重なりましたが難入しているのでこれは役牌ではありません、はい、ペース結構早いですね。もう難入ですもんね。そうですね、はい、まあ、今回のトラリーグいろんな選手が参戦してますがこの3人は結構比較的打ち慣れている、はいはい、普段から麻雀をたくさん打っている選手が揃ったようにも思います。まあ、ガチタクですからね、はい、そのガチタクを先導しているのが残王ワイヤマ、まあ、彼がとにかくまっすぐしかしない人だから、うん、さあピンフちゃんの手も面白くなっているぞ、はい、これは役牌が統一が2組白が出そうな格好になっているのが松本選手、はい、ここもいいシャンテンになりましたね。はい、ナンバなので役はないんですよね。トンは役じゃないから。そうですね、はい、しかも和山選手これドラすらないんですよ、はい、これウッパーソ入ってリーチどうです。うーん、しにくいですねちょっとね。うん、しにくいけど、はい、さあピンフちゃんポン入りました。パーソーの方を切ります。本一には行きません。はい、パイ効率ですね。ええー、はい、まあロマンより固くいくのがこのここのタクの特徴ですよね。うん、あーテンパイラリーアウピン待ち、うん、これ花を2枚抜いてるんでこのままでも結構な高打点が期待できます。はい、さあどうだ。ウーピンだと満貫ですか。さあどうだ。松本選手はまだ端牌整理が終わってなくて苦しい状況。ワイヤマ選手も打点がねないんですよね。そしてこのリャンウーピン待ちですが、はい、え、ちょっと待ってこれすごいな。山にとてつもなく生きてますか。ウーピン全部いる。うーん、ウーピン4枚います。リャンピンですら2枚いる。あ、嘘、振り返った、満貫確定だ。うーん、上がるかさすがに。うーん、あ、1枚吸収。おお、でもジャンゴのやっぱりちょっと警戒してる感じあるよね。三蔵を止めて、あ、テンパイした。うーん、そっか、一回三蔵止めたんですね、ピンフちゃんに危ないって言って。ただこれは行くか、リーチだ、うん、ウッパーソー待ち。おっと、3枚目の花を抜きました。ピンフちゃんこれウーピン跳ねまになりますよ。うん、さあどうだ一発。うーん、苦しい。でもこれはオスでしょう。無筋三ピン、うん、ひよってられるか。うん、さあどうだ、ウーピン1枚吸収。これはリャンピン安めの方ですが、なんドライオン、ついにジャンゴロ刺さりました。はい、これで直撃インパチ、あ、ごめんなさい、初なんドライオンですね。インパチか。あ、インパチだと痛いですね。今のはでかいですね。はい、さあこれでピンフちゃんがトップ目に立ちます。6万8000点持ち。会長に飛ばしてたワイヤマ選手ですが原点をついに割りました。はい、まっすぐ勝負しましたね。うん、はい、どうなんですか、そのまっすぐ勝負も表裏一体じゃないですか。そうですね、はい、そのリーチリーチっていくと振り込むこともあるし、はい、なんだこれはすごいな、はい、役々統一。うん、まあ、それでも期待値的にリーチ行った方がそのいいってことですね。
僕はね結構そっち派の考え方なんですけど、はい、うん、さあ化け物みたいなハイパイをもらいましたワイヤマ選手。てかこれ何ドラだ、うん、ワイヤマ何社ドラさん確定している、うん、サブロック急走ですね、ええ、うん、ピンフちゃんもいいぞ、うん、そしてイーシャンテンという意味では松本選手もイーシャンテンです。はい、ああったおあだだあまだ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 す、あ、頭がないんだ、はい、頭がございません、うん、さあしかし先制点敗は松本涼、ペンチーピン待ち、ここもまっすぐペンチーピンが山に3枚、うん、しかし一旦は出ない格好かな、花、はい、一発はなし、どうだこれ、ワイヤマ選手全部いきますよね、いくでしょうね、あピンフちゃんも転敗した、転敗、うん、これは行くんじゃないですか。はい、2ピンを切ってリーチをかけます。6球ピン待ち、うん、6球ピンでもちょっと薄いんですかね、ワニ3枚切られてますね、うん、松本選手2枚、ワイヤマ選手1枚、6球ピン2枚です、うん、 C ピンは3枚残りで6球ピンは2枚残りですかね、はい、両面の方が枚数が少ないというちょっと珍しい格好になっています、うん、いやどうする、この手をもらった場合は遅れましたね、どうする、うーん、どうだ、くー、苦しい、どうします、これは苦しい、福さん、リャンゾ通ってない、ただねラス目なんですよ、うん、2着目ですね、2着目なんだ、あ2着目、うん、どうします、あー、一歩バック、大人嘘怖え、あでもこれリャンソー通りました、通りましたね、ワイヤもあるぞ、今は、まあ、とりあえず今通ったやつ、一切れですね、今も通りました、うん、さあどこ行った、あローピン、嘘でしょ、薄い方勝ちました、リーチ赤赤、花が1枚あります、裏も1枚乗りました、1万2000は1万3000の1枚、ピンフちゃん来ましたね、ピンフちゃん個人連勝に向けて、さすがフリージャンソーに週8行く女すごいですね、一回なんか行って帰ってもう一回行ってる日があるってことですね、そういうことでしょうかね、はい、はい、福地先生もそういう日ありました、私結構やってましたねじゃあ結構親和性があるんじゃないでしょうかね、うん、あなんか 手さばきも乗ってきましたねピンフちゃん、うん、ピンフちゃんはね YouTube チャンネルあるんですけど、はい、結構その麻雀打ってるシーンをショート動画とかで上げられてるんですけど、もう本当に手つきがもう、はい、なんて言うんですよ、ブンブン系ですね、あそうなんだ、はい、こう和やかなニコニコした顔してるけど実は、ブンブン系です、戦う女なんですね、はい、あ初戦はねちょっと緊張してたんで、あまあちょっとねちょっとあったかもしれないですけど、はい、乗らせるとまずいですよ、相撲もいいな、相撲も乗ってきてますよね、さあ他の選手がちょっと自敗が多めでね、さあこれはなんだ、リャンゾーかシートシャンテン、シートシャンテン、メンツでもシャンテン、さあこの手も結構いい感じになってきました、ペイは役牌です、どうします、これは夢を見るもんなんですかね、それともあお見た、ちょっと数案壊るぞ、いやワイヤマ手進まんな、ペー出てこれを松本選手がポンします、はい、テンパイですか、はい、トンキューピン、トンキューピンか、あドラドラ、うーん3ピンか、
このトンキューピンどうやら4山のようです。あ、ただカンパーピンに変えた、うん、あ、3山か、捨て牌に1枚でしたね、失礼しました、うん、まあ、一応今のはねカンパーピンにすると、はい、その後両面等に変化する可能性ありますよね。ピン図を引いてきて両面待ちに、うん、後継両面三面ちゃんになる可能性がありますよね、はい、うん、ただ、うん、今の上がりやすさだけ言ったらやっぱり自敗待ちの方がいいかなってちょっと思っちゃうんですけど、うん、まあ、そうですね、その自狙いますよね、はい、うん、でもそれよりも3人麻雀はちょっと守備的な構え方ですよね。あ、守備的、そのだってドラがローピンでそこら辺を吸収できるように構えたってことですよね、はい、あ、それかローピン引いても使えるようにと、うん、そのウーピンとかローピンを、まあ、吸収できる構えですよね、うん、うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。さあワイヤマパーピン浮いてしまった、はい、ピンフちゃんもイーシャンテン、イーシャンテンが長い、うん、鼻を抜いてスビもツモギですね、うん、あー、いやートーン、リーチ、ピンフちゃん来ますね、ビシビシとビシビシ行くぜ、ウッパーピン待ち、うん、あー、この浮いてるパーピンがダブロンだぞこれ切ると、飽きらない、うん、さあこのウッパーピン待ちですが、ウビの方は山にないようです、うん、パーピンだけ、じゃあ一緒なんですね、はい、パーピンが2枚かな、うん、ただ押し切れるかっていう話がありますよ、うん、あとピンフちゃんはめくり合いは全て勝ってきてますよね、確かに、うん、うん、これはどっちだ、9ピンを切ると換算ピン待ちに受けれます。あと現物ですよね、9ピンが。なるほど、現物切って現物の換算ピン待ちに変化しました、うん、さあ換算ピンだとちょっと苦しい、山に1枚しかないぞ、うん、さあそろそろ見せ場を作りたいが、うん、まだいない、ワイヤマ選手はもう降りてますね、はいはい、さああとはめくり合いになりそう、あ、いたよ、素晴らしい、ラスハイ引き勝った、ペー、うん、赤赤ドラ、花も2枚、ハネマンの上がりになりました、ハネマンの日本馬、俺はこの3品を引くために出てきたんだよみたいな、うん、まあそこまではか分かんないけどそこまでは言ってないでしょうけど、はい、まあ、何か一つきっかけになればいいですよね、はい、うん、ん、今ので2着目に浮上しました、そうですね、ワイヤマラスまで行きました、あ、うわ、ワイヤマの、ワイヤマの怒りが、チャンピオンイズハイパイ、んー、初が2枚、赤が3枚、んー、ピンフちゃんは役牌のペイが統一、はい、さあペイが出ましたがこれには声をかけません、うん、これ難しいですよね、役牌の扱い、うん、ま、手が悪すぎるってことでスルーしたんですかね、うんうんうん、手が悪い時に泣くとどういうことが起こっちゃいますか、うん、まあ、サンマは打点が凄まじいので、はい、うん、なんか真ん中はだいぶ当たるので、はい、うん、それを回避しましたよね、お、転敗しました、想像の本質も見えますがもちろん転敗に取ります、ピンフちゃんのいいピンが一巡間に合いましたね、おお、見事、うん、さあしかしこのイースーピン待ちは、はい、6枚山いったちょくった、初赤さん花が1枚マンガンの上がりです、うん、上がり回数はジャンゴロですね、そうですね、はい、上がり回数はジャンゴロだが点数的にはどうでしょう、上がって振り込む男っていう、はい、とにかく主役をずっと行く感じですね、確かにもうずっとこのゲーム話題に上がっているのがこのワイヤマ選手ですね、はい、さあオーラスになりました、ラス親はワイヤマ選手、現在4万5000点持ちの2着、トップ目がピンフちゃんの6万3000点です、はい、そしてラス目となっているのが松本選手の4万2000点、ピンフちゃんいいですね、その役牌あるから、はい、ポンと泣いてポッと上がりやすいですね、こちら、はい、
なん、これはこれは全部落下。あー、宙浮いてるぞ。これは早い。一個進めば、うわー、これは決まったか。これは早い。さあ重なりましたが薬杯、まあ9ピン、イーソー、いろいろありそうですが、うん、イーソー行きましたね。はい、うん、これチュンポンの、うん、これは取ったか。スッチーピン待ち。山にはスッチーピンどうですか。え、やばいやばいやばい、7枚山7。うん、これは決まりましたかね。これはほぼ 99% 勝利を確信したか、ピンフちゃん。他が追いつかないですもんね。どうだ、あ、イシャンテンまで来ました。イシャンテン、うん、これは9ピン切るか、イピン、リャンピン切るか。9ピンですね、うん、これ1通とかないんですね。おー、詰まった。ピンフちゃんトップ逃げ切りです。ヤクヤク、赤赤、花花、これは羽マン4000-8000。お、待てよ、4000-8000は4000-8000、どうなるこれ。これは2着、ん、2着入れ替わりだ。親かぶり、先天さ、ジャンゴロ落ちました。ジャンゴロラスった。ガチタクを制したのはピンフちゃんでしたか。いや、素晴らしい。あ、なんか乗ってますね。はい、お決まりの、めちゃくちゃテンション高くいきますね。うん、まあ、元吉本の人ですからね、この人ね。あ、そうだそうだ、そうらしいっすよ。はい、元吉本芸人ですね。はい、タクを明るく包みましたが、ラスを引いたワイヤマ選手と、なかなか見せ場の少ない作れなかった松本選手の心境やいかにといったところで、ちょっとジャンゴロし、はい、へこんでますね。へこんでますね。3エイトとしてはラスの船出となりました。さあ、それでは最終結果確認していきましょう。トップを取りましたのは、はい、あ、予想やマスターチームのピンフちゃん75000点のトップ、はい、まあ普通のトップくらいですか。ちっちゃいトップ、うん、チップもあんまり動きませんでしたので、チップ動かなかったですね。そうですね、1枚が出ただけかな、うん、うん、くらいなんで、まあとりあえず2連勝弾みをつけてといったところになるでしょうか、はい、そして2着になりましたのがドラゴン細いチームの松本選手、38000点、3万点持ちの2着でしたので4枚の支払いとなります。はい、そして最後、親株で転落したジャンゴロワイヤマ株式会社38はラスでのスタートになりました。37000点は3万点のラスということで10枚払いという結果になりました。はい、いや、福地さん、このハンちゃん見ていかがでしたか。うん、僕はジャンゴロの悲哀が面白かったですね。あ、やっぱり昭和のジャンゴロとして。いや、そのマージャンってなかなかそんなね、はい、強いからって一発で結果出るもんではないけれども、はい、世間でそれは通用しないと思うので、いや、俺マージャンは任せてくださいって来て、うん、負けたら、うん、それは何なんだお前はってなりますよね。確かに確かに、うん、そういった意味では腕自慢2人が今2着3着に沈んだという構図になるんですね。そうそうそう、はい、これから、うん、はい、挽回しないといけない2人の戦い。そうそう、うん、なるほど、分かりました、ありがとうございます。それではここからはトップを取りましたピンフちゃんにインタビューしていきたいと思います。はい、今宵インテリジェンスギャンブラー予想屋マスターこと平井社長が女流雀士の資格を放ってザンリーグに参戦する。ザンリーグ優勝目指して頑張るぞ。おー、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。レギュラーシーズン3戦目トップ獲得しました予想屋マスターのピンフちゃんです。はい、ニーハオ、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。もうノリノリです。はい、もうノリノリでノリノリです、はい、はい、今日は最高の一日になりそうですね。よかったです、もう本当にあの社長にね、優勝しろって言われてるんで、はい、あの気合が違いますから、うん、はい、麻雀牌だけで固めてきたり、麻雀の神にね、はい、愛されて、うん、今日はなんとか今のところ2戦してますけれども、うん、まだまだ長いんでね、頑張ります、ね、自分に厳しいですよ。さっき、はい、あのラス前かな、はい、E ピンで漫画振り込んだあれ多分50面ぐらいですよね、あれを反省してるんですよ、甘かったっていう。あれちょっと自敗わざと、あ、降りようと思って結構折り配持ってたのに、さっき E ピン取ったからいけるって打っちゃったやつが当たったんで、
あれはちょっと甘かったですね、ラス前に。はい、いや、なんかね、僕らの予想ではあの結構ガチめの2人が、丸山選手と松本選手っていうガチめの2人が来て、ピンフちゃんどうなのかな、気遅れしてないかなっていう心配をちょっとだけあったんですよ。でもそこ反省するっていうことは、はい、もうガチ勢の仲間入りですね。バスで打ってるんで、いつも私。なるほど、はい、そんなに怖い人じゃなければビビらないです。はい、素晴らしい、はい、ありがとうでした。ありがとう。はい、はい、それでは次戦以降も頑張ってください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ピンフちゃんでした。はい。